俺は喧嘩でてっぺん取りに来たんだぜ。まあまあかな。やあ、君がさくら君だね。お、眼帯に長いタッセルのピアス、スオさんですよね。うん、みんなからはそう呼ばれているね。ちなみにこの眼帯は右目に古代中国の悪霊を封印してあってね。昔の事故なんじゃ。俺のことはそのくらいにしといて、さくら君、君のことなんだけどさ。さくら君なんだよ。近い。昨日大通りでスポイルティップと衝突があったことは知ってるよね。柊木さんたちが出たけど、それより早く駆けつけて街を守っていたのが、聞いたよ、すごいじゃないか。昨日の大通りの喧嘩の立役者なんだろ。来るやつがいるのは知ってたけど、学校始まる前からやるじゃねえか。でもなんでまた街の外からこんなとこ来てんだよ。てっぺん取りに来たんだよ。違うんです。これは皆さんをねじ伏せるとかぶっ飛ばすといった意味合いではなくて。間違いなくこの学年で、いや、学校一ヤバい人、杉下京太郎。ヤバいやつ、俺は好きだぜ。杉下、おい、潰す。いいね、さすがは風林高校。そう来なくちゃ。ふう、巻き添え食らうとこだったね。